6月16日、令和4年6月、第4回松阪市議会定例会が開会し、令和4年度補正予算などの議案審議が始まりました。定例会には、令和4年度一般会計、特別会計、事業会計の補正予算をはじめ、条例の一部改正についてなど、議案32件が上程されました。このうち一般会計補正予算にはアフターコロナを見据えた観光客の増加が見込まれることによる感染症対策を取り入れたトイレの新設や道の駅飯高駅に快適に安心して車中泊ができる有料駐車スペースとドッグランを整備する事業費などの増額のほか、事業前倒しによる事業費の減額が盛り込まれ、歳入歳出それぞれ1億5198万6000円を追加し、総額720億8972万4000円としています。定例会の会期は7月8日までの25日間で、一般質問は6月23日、27日、29日の3日間行われます。はい、ご覧の行政チャンネルでは本会議と一般質問の模様を生中継と録画で放送します。